ST30 のピックアップの音テスト音と、コンデンサーマイク、2つの、音の聞き比べ。ちょっとじゃあ何もないところで、コンデンサーマイクの音。でかい音は弾けないんで、ちゃんと松ヤニがついてないし、そしたらじゃあ、ST30 ちょっとマイクが声が喋れないんだけど。マイクを入れたらこっちの音になっちゃうから、またマイクの音。これだといろんなノイズを拾うんだよね。この指でここら辺をつつく音とか、左手のこのとか、これがトランスになると、あんまり拾わないでしょう。なので、ちゃんと音だけは取れるけど、なんちゅうのかな、このこういうノイズとかをできるだけ出さないように、音をしっかり出す練習を本当はした方がいいので。ECM で撮る方が練習にはなると思うんですが、音の音程だけに関して言ったらノイズが入って音程がちょっとっていう場合にはトランスで撮った方が音程だけはしっかり分かるような気がするんですよね。どっちが練習にいいのか。メキメキっていう音が入るじゃん。
全然違うよね。でも思ったほど重低音が出ない、中音を拾う感じなんですよね。多分これはコイルの巻き数とかが少ないからな気がしますけどね。エレキベースのコイルはもっとすっごいいっぱい巻いてあるから、もうちょっと大きいトランスにすればいいんでしょうけど。じゃあ曲に合わせてバランスを。マイクの音。じゃあトランしまいましたよ。なんかやっぱりあれですね、マイクの音はちょっと F ホールの位置を変えたんで、もうちょっと上にしてみようか。あれ繰り返し再生にしたのに繰り返しが、ちょっともう一回繰り返し設定してこないといけないな。はい、始まった。ちょっと重すぎるんだよね。重すぎる。もう一個のマイクどこやったっけ。あ、そうか、なるほどな。こっちの音が大きすぎるのか。
ミックス。
Thank you.
Thank you.